今日はね、こちらキャンプができる河川敷の方に来ましたね。めちゃくちゃね、真っ赤な橋があって綺麗ですよ。でもね、下がね、砂利なんですよね。でもね、長いペグを買ったんでいけると思うんですけど、まあ一応ね、張ってみたいと思います。風があるからね、ちょっと辛いかな。っていうかね、火を遮るものがないですからね、案外暑いですね、この季節なのに。もうあったかいわ。そんな硬いかそれ。ゆずそんな硬いかそれは。そんな硬くないやろ。このリンゴ。いい音しとるね。真っ赤な橋、綺麗ですよ。しかも今日は雲一つない、最高や。撮影の方終わりましたね。
今ねゆっくりして外を眺めてたところですね。椅子に座ってねゆっくりできる時間いいですよね。今からねこのコストコさんのティラミス食べていきたいと思いますね。うまそうです。上わかりません。食べちゃおう。香りが美味しい。もう、めっちゃうま。ちょっとねこれ大人の味かな。これお酒入ってんのかな。これうまい。今日はね手羽先になりますよ。名古屋名物のね手羽先になります。私もね手羽先そんなに食べることなかったんですけど、東海地方に越してきてから食べるようになりましたね。めちゃくちゃ美味しいんですよ。名古屋名物手羽先作ってきますね。その前にと、このねキャベツのね塩だれちぎりキャベツの方を作っていきますね。今回のねキャンプ場じゃないですよね。キャンプができる河川敷なんですけど、そこではね洗い物ができなさそうなんで、もう袋の中でねこのちぎりキャベツ作っていきたいと思いますね。なるべくね洗い物が出ないように。うまい。このちぎりキャベツの粉を入れて、そしてねごま油をね大さじ1って書いてましたね。まあ、大さじ1っていうのはねもう私の場合はもう目分量にしちゃいます。めんどくさいんでちょっと多いぐらいでもいいです。よし、ちょっとこれで混ぜていきますね。油と本品を入れてよく揉みますって書いてますね。よく揉んどきましょうね。こんな風にどんな味になるか楽しみですね。よし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 、美味しくなってくださいよ。美味しくなれです。あとはねこれ大体揉めたら置いといて、次はね手羽先の方ちょっと下ごしらえしていきますね。さあそれではね手羽先の方下処理の方していきますね。ここのね皮の部分です。ここの部分が身と皮がついてて、ここはぷくっと膨れてくるらしいんですよね。だからね空気を抜くためにちょっとね切り込みを入れておくといいらしいです。そして内側です。内側もねちょっとね切り込みを軽く入れておくといいらしいですね。軽くです。よし全部切っていきましょう。いっちゃいますよ。食べ応えありますね。この手羽しかもでけえわ。なんかめっちゃ肉厚ですねこれ。びっくり。これがねビールと合うんすよ。でも今日はねビールを買い忘れちゃいました。あーめちゃくちゃお腹空いてきてます。お店で食べるね手羽とかはこんなぐらいのでかさかな。よいしょ。あーめちゃくちゃ腹減ってきてますね。皆さんは今日の晩ご飯何かな。よしこれで最後の下処理ですね。 OK できた。あとはね小麦粉まぶしてタレに絡めていくだけです。さあその前にねご飯炊いておきましょう。さあご飯の方炊いてきますよ。いつものご飯です。ご飯です。ご飯です。丸い二角が知ってます。
これ知ってるの関西の方かな、違うかな。よし、ちょっと入れすぎたかな。今日は1合にしますからね、ちょっと少なめです。美味しくできてください。お米さんたち踊ってくださいね。竹のね、木を作ってますね。この着火ね、ほんとライターより楽かもしれませんよ、これ。ほんとに慣れりゃ、慣れたらね、ほんと。もうしかもね、今日はね、燃える食材がねめちゃくちゃあったんで、今日ね、今日はこいつですよ。これめちゃくちゃ、もうススキですね。ススキめちゃくちゃ燃えるんですよね。あっちゅう間に、ね、火回っていきますよ。これびっくりするぐらい、これ怖いぐらいですよ。いつも驚くんですよね、これ。こんなもんでいいっすわ。見ててくださいよ、これ危ないですからね。離れてください、離れてください、皆さん。つけますよ。よいしょ。ほらほらほら、来た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 、すぐ来るのよこいつは。だからね、こういうススキがあるところはね、ほんと気をつけましょうね。火事に気をつけましょう。河川敷もね、燃えるものたくさんありますからね。そして私はね、前に使ってた、前回使ってたね、残りですね。残り置いてるんでね、いつも。こういうの入れちゃいます。さあ次はね、この手羽ちゃんたちにね、小麦粉ふるってきますね。もう洗い物ができないっていうのがね、やっぱりね、今回のキャンプ場っていうかね、河川敷の痛いところなんで、こいつも袋の中でふるっていきますね。よいしょ、入れすぎてもったいないな。もういい感じやわ、これいい感じですね、これ。袋バッチリやわ。袋さまさまですね。だいぶ大量にいけるな、これ2回ぐらいでいけるかな。お、まぶしてる、まぶってる、まぶってる、いい感じや。よし、揚げ焼きしていきますよ。よいしょ。
フライパン温めてね。揚げ焼きやっていきますよ。油多めで。書いてましたね。よし。油を熱して待ちましょう。だいたいね、これ揚げ温度っていうかね、泡がプクプク出てきたらとか揚げるときは言いますよね。まだまだですね、温度の方も上がってきたんでね、いっちゃいますよ。おー、いい感じ、いい感じです。次々いっちゃいましょう。うわ、これ個数上がらんな、これ。もっとでっかいフライパンでもいいぐらいですね。直置きにします。直置きがね、一番火力強いですよね。これが一番強いから。風が強かったんで、五徳だとね、ちょっと火が遠かったんで、もうね、薪の上に置いちゃってますね。この方がね、もう風の影響全然受けませんからね。あー、うまそう。おお、少しね、色がつき出しています。まだここら辺はちょっと早いですね。うまそう、うまそうだわ。うまそう、めちゃくちゃうまそう、うまそうすぎる。火力が全然違うな、場所によって。もうだんだん強くなってきましたね。いい感じやわ。やっぱこれぐらい火力強くした。これはうまいぞ。もうちょっと、あ、焦げちゃってる、こいつは。よし、大事だね、できましたね。ちょっとね、大事だ、焼きすぎちゃいました。ちょっと焦げたな、これ。よっしゃ、うまそうですよ。でも全然うまいのよ、これで。よっしゃ、次々いっちゃいましょう。次へ行く前にね、このカスを取っとかないとね、次のやつは全然ダメになっちゃうから、取っときます。ドーン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 。よいしょ。さあ、全てあげれましたよ。今からね、この手羽先のタレ絡めていきますね。このね、手羽ちゃんたちにこの極秘ダレかけていきますね。うまそう、これ。このね、タレがまたこれうまいですよ。でもつけながら食べた方がいいかな、これやったら。もう、これね、一匹ずつね、一匹ずつ、一匹じゃないな、一羽ずつね、この絡めて。うわー、この濃い感じ、うまそうですよね。ちょっと置いとこう、こっちに。よっしゃ、うまそう。これはうまいぞ、絶対うまいやつ。これうまいやつですよ、これ。これ香りでわかりますね、この香りが。うめえわ、これ。よっしゃ、こんな感じかな。よっしゃ、もう握力がなくなってきた。できましたね、やっとできた。
さあもうできたんでね、ご飯の方ついていきますよ。っていうかね、この名古屋名物の手羽先でご飯が食べれるかどうかがねちょっと心配ですね。よっしゃ、熱い熱いです。よっしゃ、あーいい香りしてますね。さあご飯のついでいきましょう。よっしゃ、うまそう。あーちょっと焦げてきてる。よし、完璧やろこれ。よし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 、いけましたよ。さあ春雨スープの方にもお湯入れときますね。これが美味しいのよ。よっしゃ、冷ややっこにね、かつお節の方乗せていきますね。ちょっと冷ややっこちょっと早すぎたかな、ちょっと寒いな。よし、あとはコークハイ作っていきますよ。よし、コークハイの方ちょっとね薄めでね、いつも酔っ払っちゃうんでね、すぐ寝ちゃうんで。よし、コーラです。よっしゃ、オッケー。これはビールやったけどいいでしょう。さあ食べてきますよ。食べてきますね。いただきます、いただきます。あー、このねお城みたいなのを見ながらね食べるのもまたこれいい感じですよ。よし、まずはやっぱりこれかな、冷ややっこかな。冷ややっこ食べちゃおう、冷ややっこ食べちゃおう。さあこれ醤油かけてね、私冷ややっこも大好きですからね、やっこ大好きです。しかもちょっとね奮発してね、いいお豆腐買っちゃいましたから。これうまそう、これやばいわ。これは皆さんは冷ややっこ大好きですか？揚げ出しも美味しいですよね。うまい。あー、醤油かけすぎてる。でもうん、めっちゃうまです。っていうかね、これ忘れてました、乾杯するの。お疲れ様です、お疲れ様ですね。皆さんお疲れ様です。見てもらってありがとうございますね。いただきます。あーあー、くるー。ああ、それこれでね手羽先の方食べていっちゃいますよ。これもう手ベタベタにしながらね、もう手ベタベタになるのを覚悟しながらかぶっちゃいますよ。うん、うまい、めちゃくちゃうまい。赤からに行った時にね食べ方とか見たんですけど、もう忘れちゃいましたね。食べ方があるんですよね、これ綺麗に食べれる方法が。このタレがめちゃくちゃうまい。うん、ほら名物になるわ。ほら、うまっ。手羽元の先っちょってどこら辺まで食べれるんですかね、よくわからないな。ほとんど食べちゃったけど、うまいわこれは。うん、やわらかい。
次はねこの香味スパイスのをかけていきたいと思いますね。味変です。またねこれ胡椒味がねきつくなるって書いてましたね。これかけすぎかな。よしいっちゃいますよこれ。うまそうですこれもね。さあ味変バージョンと食べちゃいますね香味スパイスがけ。胡椒の味ですね。胡椒の味が加わることによってね甘さが増す。逆にびっくり。なんで。さあ次はねスープの方いっちゃいますよ。春雨のね担々スープです。ああ辛みがあって美味しいです。これまたねこれはもうビールやわっていうかコーラコークハイじゃない。ああ温まる体。さあキャベツの方も食べてみますよ。これねもみもみしましたからね。これぞ雑中華っていう味ですね。ごまだれの香りが効いてました。これうまい。わ上がっちゃう。持ち上がっちゃう。もう寒くてね前の方で、ね、パップしてましたが閉めましたね。めちゃくちゃ寒いです。これでもねゆっくり食べれます。はい、ラムチョップいきますよ。うまそううまそう。めちゃくちゃうまそうやないかい。今日もね無事終わりそうです。ワンちゃんたちもこれ大満足だと思いますよ。うわこっち側焼けれんな。ワンちゃんたちのご飯できましたね。あとはね熱を取っていくだけです。ゆずちゃんねこの匂いがたまらんみたいですよ。ほらテンションマックスです。ちょっとね細かく砕いて食べやすくしましたね。さあ待って尻尾引っかかってるよ。ゆずお座り。ゆずお座り。浅いなあ。あんたのお座りはよし。いやそん時だけは早い。もう早っ。もうちょっと早っ。やっぱ美味しいんすかねこういうの。ラムって美味しいんかな。ワンちゃんにとっては特に。もうゼロ。めちゃくちゃ今まで最速かもしれませんねこれは。はいや。よし預け。
ま言うこと聞かんな、笑われるやんか。はい、よし、あげようも。あずきもめちゃくちゃがっついてるわこれ。すげえ早っ。ブイブイ言いながら食べてるわ。うわ、でも早っ。あずきもめちゃくちゃ早かったですねこれ。何これ、二人ともめちゃくちゃ早いわこれ。ラムチョップ恐るべし。あー、今日もね、一日終わりました。ここの河川敷ね、初めて来てみたんですが、よかったですよこれ。何せね、チェックインもチェックアウトももう気にしなくていいっていうのがいいですよね。そこはありがたい。めちゃくちゃゆっくりできますからね。あー、ゆっくり寝たいと思いますね。眠たい。There.